うわーひーおーイエースいろんな機関車や新幹線、電車がパズルになったぞ。みんなは全部わかるかな。よし、まずはオレンジ色の中央特快からだ。どこだどこだ。ヒンコンカン、ヒンコンカン、深くした形のここにスポットな。よし、お次は白い機関車スタンリーだ。ホン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 、オーケーベイビー、グッド。お次はディーゼル10、相変わらず変な顔だ。なんだって、ここでもないし、ここでもないな。お、もしかしてここじゃないか。いや、おー、大当たりだぜ。ラッキーストライク。お次は緑色の電車だぞ。電車は四角い形だから、みんな探してみてね。わかったぞ、ここだ。大当たり。今度は僕の出番だ。トーマスがやってきたぞ。あのパズル、なかなか難しいな。トーマスは左の上だ。よし、オッケー。残りは4つだ。なんだ、この乗り物はとっても変な形をしてるぞ。変な乗り物は君だ。へんてこすぎるぞ。失礼だな。僕にはテレンスという名前があるんだぞ。コードコードコード。よし、ボードもバッチリだ。緑色の機関車の名前はわかるかな。僕の名前はダック、またの名をモンタギュー。ヒュー、なんだかよくわからないけどかっこいいぜ。イエスイエスイエス。最後にドクターイエローを入れたら完成だ。よーし、今度はもっと難しいぞ。レッツラゴーゴー。この電車は京阪電車1番系機関車トーマス号。名前が長すぎる。そしてお次はパッチワークヒロだ。僕のお気に入りの機関車なんだ。東京の夜空が懐かしいな。ヒロはここでオッケーだ。お次は真っ赤なウィルソンがやってきたぞ。レッツライド。緑の電車はなんだかわかるかな。これはユフインの森。うわぁ、今度は難しいぞ。青色のコナーと赤色のケイトリン、とっても形が似てるんだ。よーし、ここでオッケー。みんなはわかったかな。うわぁ、また変な形のが出たぞ。簡単すぎるぞ。テレンスだ。黄色とオレンジの電車は多分一緒。どっちも一緒だ。レボリューション完成だ。よし、最後の問題だ。赤っ端のジェームスから。赤っ端のジェームスも僕のお気に入りの機関車の一つだ。みんなは一体どんな機関車が好きなんだ。教えておくれよ。お次は100円ショップで買ったサンライズエクスプレスだ。サンライズハッピー。緑の機関車は誰かわかるかな。これはヘンリーだ。ヘンリーとパーシーって同じ緑色だから間違えそうになるよね。イエー、なんだなんだ。いつもビクビクしてるのがパーシーだ。あー、トーマース。トーマスとパーシーはいつも仲良しだ。お次は電車ソニック883系。いろんな電車があるね。それじゃあ今度は新幹線 JR500。 とっても速そうだ。みんな顔も色も全然違ってかっこいいな。よーし、そろそろ完成だ。みんなは砂のパズルうまくできたかな。キハ283系スーパー青空。よーし、最後にリレーツバメを入れたら完成だ。イヤッホー。今日はたくさんの新幹線や機関車、電車で砂のパズルをしたよ。うわぁ、こけちゃったよ。うわぁ、アンパンマン危ないぞ。ひぇー。よし、アンパンマン号で今日も出発だ。今日はパトロールをするぞ。いやっほー。わお、線路があるぞ。あ、あの赤い機関車はジェームスだ。おい、ジェームス。やあ、アンパンマン。ジェームス、どこに行くんだい。僕は今からクランキーのところに行くんだ。それじゃバイバイ。あ、今度は前からとっても速い新幹線がやってきたぞ。ドクターイエローだ。イエスイエスイエス。かっこいい。やあ、トーマース。あ、ヒロだ。ヒロは大きな石をたくさん運んでるぞ。力持ちだな。よーし、行ってきます。
ヒロ、事故には気をつけてね。ヒロはやっぱり大きくてかっこいいな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あれれ、ヒロ、傘を一つ忘れていってるみたいだ。大丈夫なのか？きゃー、なんだこりゃー。わー、ダックがぶつかっちゃったぞ。事故発生だ。ひゃー。おいおい、どうしたんだ？お次はスタンリーがやってきたぞ。あー、大変だ。機関車は急には止まれないよ。お次はトーマスだ。わー、ひゃー、大丈夫かい？みんな今すぐ助けるよ。ひー、アンパンマン、ありがとう。さっきはびっくりしたな。今度は電車がやってきたぞ。スーパー青空だ。ダッダッシュッシュッダッダッシュッシュ。今度はリレーツバメだ。イエーイ、真っ赤な小町もやってきた。あら、まあ、アンパンマン、こんにちは。ケイトリンだ。イヤッフー。わー、あらら、今度は新幹線が事故発生。オーノー。お次は踏切だ、踏切、踏切だ。流線形のトーマスだ。ガタゴトガタゴト、イヤッフー。踏切が開いてるときは車たちも渡っていくよ。パワーショベルだ。よし、俺も行くぜ。ディーゼル10、ディーゼル10の次は動物たちがやってきたぞ。鹿に、後ろはカバだ。みんな上手に踏切を渡っていくよ。踏切が閉じたら警報器が鳴って N700 がやってきた。前からはスペンサーに、お次は緑色のターシーだ。ヤッフー。よーし、踏切が開いてるから僕も渡るぞ。うわー、なんでこんなところに石が落ちてるんだ。いやー、いてててててててアンパンマン、大丈夫か？ひゃー、今度はアンパンマンがいるぞ。もう止まれないよー。うわあ、もうダメだ。わあ、ハルクが助けに来てくれたよ。大丈夫かい、トーマス、アンパンマン。ハルク、ありがとう、助かったよ。よいしょっと、アンパンマン、気をつけるんだよ。トーマスだ。よし、今日も出発だ。いやっふー。流線形トーマス、上り坂もぐいぐい登っていくぞ。わあ、とっても高いな。グラグラした線路は気をつけて渡るぞ。よし、今度はよいしょっと。よし、トーマス、今度は方向転換だ。ぐる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 。わあ、目が回りそうだ。レッツゴー。あ、トップハムハット教徒ウィルソンがいるぞ。今度はペンキで汚れたトーマスだ。よし、脅かしちゃうぞ。バーン。いやー、お次はトーマスだ。わー、なんか落ちてるぞ。イエーイ。わわわ、すごい勢いで転がっていくぞ。今日はいい天気だね。パーシー。あー、パーパーパーシー。なんなんだ一体。よし、僕も怒ったぞ。このスライムで誰かにいたずらしてやるぞ。ターシーが悪いことを考えてるぞ。ターシーの後ろではダックが荷物を積みに来たぞ。やあダック、今日はこのカボチャを運んでいっておくれ。わお、とっても重たいカボチャだ。落とさないように気をつけていくぞ。行ってきます。ダック、気をつけてね。お次はお次はジェームスがやってきたぞ。よし、ジェームスにもカボチャを積んでいくぞ。よいしょっと、まったく重たいカボチャだ。わわわ、危ない、落としてしまうぞ。わあ、危ない。パッパーシー。イエー、なんだなんだ今度は。パーシー、大丈夫かい？ちっとも大丈夫じゃないよ。まったく、もう今日はひどい目に遭うな。今日はおとなしく家に帰ろう。ん？なんだなんだ？こんなところにエレベーターなんてあったかな？あ、あれ、まずい、抜けなくなってしまったよ。まあ、まあ、なんとか上に着いたぞ。ひえ、なんて高いんだ。僕は高いところは苦手なのに。すごく怖いよ。パ
足大丈夫か。あ、やっと下り坂だ。よかった。よいしょっと。で、わあ、あ、水だ。まったく今日はなんて日だ。ここはトミカタウン。たくさんの車たちが暮らす街。イヤホー。あ、シェリフがやってきたぞ。よし、今日は誰かにいたずらするぞ。誰かいないかな。うん、シェリフ、今日はなんだかご機嫌だな。そうだね、またおかしなことでも考えてなきゃいいけどな。あ、あの赤い車はメーターだ。よし、メーターにいたずらするぞ。メーターにゆっくり近づいて。よいしょ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 。メーター食らえ。それうわ。よし、大成功だ。なんだこれ、ドロドロだ。シェリフ待って。ははは、待たないよ。やっぱりいたずら楽しいな。シェリフ、いたずらしてるな。あ、今度はエレベーターがあるぞ。乗ってみよう。ドアが開いたら、よいしょよいしょ、レッツゴー。ヤッホー。上には誰かいるかな。わあ、びっくりしたな。あ、あれは今度はマックインがいたぞ。よし、ゆっくり近づいて。それー。わあ、マックイン、驚いたかい。またまたいたずらしてるな。シェリフ、いきなりなんてことするんだ。マックイン、じゃあな。よし、今度はどこに行こうかな。お、今度はミスフリッター見つけた。やあ、ミスフリッター。やあ、シェリフ、どうしたんだい。ははは。わわ、シェリフ、どうした。やめろ。ひぃ、危ないぞ。わあ、ミスフリッターが水の中に落ちちゃったぞ。ひぃ、シェリフ、なんてことするんだ。いたずら大成功だ。ミスフリッター、大丈夫か。ハルクが助けに来たぞ。この釣り竿でミスフリッターを釣り上げるんだ。よいしょよいしょ。よし、うまく引っかかったぞ。持ち上げろ。ひえ、水浸しだ。まったく、最近のシェリフのいたずらはひどいもんさ。みんなもそう思うだろ。僕なんていきなりスライムを落とされたからな。一体どうすればいいんだ。またトミカタウンにやってきたぞ。でもおかしいな、今日は誰もいないぞ。仕方ない、一人で観覧車に乗って遊ぼう。イヤホー、なかなか楽しいぞ。シェリフめ、いたずらするのは僕たちの仕事だぞ。あ、お化けがやってきたぞ。わー、なんだなんだ、急に観覧車のスピードが上がったぞ。目が回る。イエー、助けてくれ。うわー、シェリフ、見つけたぞ。わあ、なんだ君は。ひえ、逃げろ。待て待て待て、待つんじゃ待つんじゃ。ひえ、シェリフがこっちに来たぞ。ひひひひ。わあ、骸骨がシェリフに命中だ。いてて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 。お次はボルダーだ。ボルダーはお化けじゃないけど、とっても怖い顔してるぞ。ひえ、わあ。よし、今度はスライム爆弾だ。それドロドロだ。最後は特大アンパンマンボールだ。うわー、イエー、ビシャビシャになっちゃった。イエー、お化けたちがシェルフを懲らしめてくれたぞ。ありがとう、お化けさんたち。いたずらやみんなを驚かせたりするのは僕たちの仕事だからな。マックインやみんなもいたずらばかりしてると僕たちは懲らしめに来るぞ。僕たちはそんなことしないよ。みんなもいたずらはほどほどにするように気をつけよう。
サシャ